上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春のし、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す。夏のし、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜、思い出す秋の詩。一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年10月の4日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。さて、よかったね。10時前だね。さて、今日この土日休みでキャンプ、反応があるんで一泊して、で、町田から野球に戻ってきました。ね。明日からお仕事頑張りましょうね。明日からお仕事頑張りましょう。ということは土日全部休みだからな。珍しく。今度の土日は、七つ石。もう予約してますんで、予約。もう七つ石。翌朝、熊取さん、不安だけどね、もう体調するんだったら、七十三から下で行くと思う。朝早く起きてね、5時に夜明けとともにの七十四小屋出て、来ないしはね、で、山頂行って、で、その辺行って、飯食って、だから七十四小屋出るときもお米はね、あれ容器に入れて、水、あれ、浸水速。山頂すぐ食べるようにして、で、ご飯食べて、受けさ。まあ、ちょこっと、そう。楽しいです。まあ、とにかく今日も YouTube でライブ配信やろう。本当、秋だね、本当ね。この土日の反応があるの一泊でよかったね。本当すっかり秋です。本当にいいと、まあ、ずっと言ってくださ。本当、青空が最適だよね、今の季節ね。今年はなおかつ、台風少ないからね、去年の時だって。多かったもんな、本当。今年は良かったね、台風。全然来ない。まあ、西日本はさ、最初はあるけどね、向こう側はね、こっちで来なくてよかった。2020年。10月の4日。去年と由来期がね、台風の訪れるのがね、1年でだいぶ嫌いよな、ほんとな、全然、まあ、日曜日ね、やろうか。みかんの花が咲いている。思い出の道、丘の道。遥かに見える青い海。お船が遠く霞んでる。黒い煙を吐きながら、お船はどこへ行くのでしょう。波に揺られて島の影、
してシンガポールとなりました。いつか来たお母さんと一緒に眺めたあの島よ。今日も一人で見ていると、優しい母さん思われる。はい、こんばんは。今夜はね、土曜のみかんの花咲く丘を歌いました。2020年10月の4日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。エリさん、こんばんはね。みかんの花咲く丘っていう童謡ね。じゃあもう一回行こうか。今夜の歌はみかんの花咲く丘です。童謡ね。歌います。みかんの花が咲いている。思い出の道、丘の道、遥かに見える青い海。お船が遠く霞んでる。黒い煙を吐きながら、お船はどこへ行くのでしょう。波に揺られて、島の影、汽笛がぼーっと鳴りました。いつか来たお母さんと一緒に眺めたあの島よ。今日も一人で見ていると、優しい母さん思われる。はい。今夜、このみかん7作おかを歌いました。ただ今日の親父も早く早うね。早くしよう、もう10時になっちゃうしね。でもよかったね。うん。早めでしょう。明日からまたお仕事頑張りましょう。やっと荷物も崩れてよかった。ヘリテージのね、クロスオーバードームって技術式ズベルトね。今まで持ってるのはさ、モンブルのウルトラライトもね、あれね。あれのヘリテージ版。こんばんは。どうも。コモさん、こんばんは、ね。今夜、みかんの花咲く丘を歌いましたね。ヘリテージってあれ、長野県のメーカーみたいね。あれ買うとき意識しなかったけどね。うん、書いてある、あれ。タグみたいなの見たら、ヘリ書いてあったら長野。ね、あそこ山の中だからね。うん、山向けに、うん。最小限のヘリ。すごいほんとちっちゃいのね、あれ。モンブルのウルトラライトの技術式ツールとあんた緑色の。あれより小さいの、あの、サイズはね。今日のつまみも、今日はね、あれ、ステーキだ、今日も。今夜もステーキ。持ってくるの、おつまみね。もう焼けてるから、温めるだけ。生揚げステーキです。今夜のおやつ、生揚げステーキね。生揚げを紹興酒で炒めて、で、一味唐辛子。ちょっとね、一味とかちょっと焦げちゃったね。はい、紹興酒で一味で、こんがり焼きました。炒めました。これね、生揚げステーキ。
あら、いい香りだし、この、ケンボイさんどうもね、ありがとうね、今日は。あ、ケンボイさんわざわざありがとうございましたね。手土産は本当わざわざありがとうね、ごめんなさいね。今度あれ、キャンプの時持ってこうと思いますね。まだ持ってないからさ、キャンプの時ね。山は持ってかないね、重たいからね。手当たりで、直接会えるっすよ、僕と。直接会えるって、確証持ってたり実際会ってね。会えないとしょうがないね。やっぱり僕、触れ合いを大事にしたいからさ、やっぱり会いたいんだよね。今日は生ゲスト行き、じゃあ今日の、まず一個行こうか。今日相模屋の生揚げをね、こんがりと炒めた。塩コショウと一味唐辛子。あれね。あ、うまい。生揚げ最高だよな。飲み物持ってこい、今夜の一杯。ゴールドマスターだ。発泡酒、ゴールドマスター。ゴールドマスターいきます。これ1本だけしとこうね。結構飲んでからね。ゴールドマスター。はい、乾杯。まあ、そうだったな、あれ。今日はね、あれ帰ってきてからね、待ってる間、あれ見てた、アマゾンプライムで、昼の千と酒っていうやつ、うまそうだなと思ってね。ありがとう。もうあとケンボーイさん、あなた言ったのかじゃあ。すごい、でもね、荒川区から三鷹に移動したんでしょ、あの後じゃ。荒川、ね、ほら、荒木区か。ご苦労様ですね。見た、銭湯だけ見てみた。あれも、あれ、久住さんなんだね、あれ。絵を描いてるのがね。あれ。テレビ登場で演技なんだろうね、あの人ね、きっとね。うまい。生が最高。このキャンプ、あ、フライパン持ってたんだよな。フライパン、あ、でも、クッカーでできたかな。キャンプでもやって、焼いてみようよね、これね。日々でもね。すごいな。営業だからできんだよね、あれはね。営業だからね。あれ本当生ビール本当にうまそうに見えるな、あれ見る、ああいうの見るとね。もう一旦ね、しょっちゅうってことでしょ、帰んないでね、現場からね、家に帰るってことね。上司の課長役が可愛いね、あの子ね、女の子ね。あの子も可愛かった。の女の子ね。やっぱ女の子見るとみんな可愛く思えちゃう、僕。女性見るとみんな可愛く思えちゃう。どうしようもないね、ほんとね。確か可愛いもんな。ああいったテレビとか出てる子って。可愛いね、あの子ね。
波ライブはしないですね。昨日やったでしょ、アウトドア。昨日、河原でね。荒川区付近か。荒川区の付近、走って行ったらさ、おたけ橋になったら結構大きな橋で怖いよね、そこね。おたけ橋か。余裕なくても、キャンプ行くとかアウトドアやるようになってから余裕なくてね。あれは歩き配信の時だよね、そっちのね。生ハムうまい。あれ、唐辛子やるとすぐ焦げちゃうね。やっぱ黒いのそのため、黒っぽいのあれ。唐辛子だからすぐ焦げちゃってね。でもうまいな。どうもありがとうね。今日早めて、短いけどね、今日この辺で終わろうかな。今日ぐっすり寝たね。昨日は洗濯だったしね。来週ほんと早起きするよ。あれ行くときも、もう始発で行くしね。早めに寝る。だから、多分ね、僕歩くの遅いから昼過ぎに着くと思うんだ、715や。早めに夕飯食うから、暗くなったら寝る関係しよう、明日。だから。4時5時ぐらいに、4時5時でもご飯でもいいね。炊いて、寝る感じ。それで朝本当日曜日はね、来週本当にね、明るくなるとともに7時ぐらい出る感じで山頂目指す。で、山頂行ってその日のうちに下山だからね、来週は気合入れねえとな。雲取りの場合、あれ鴨沢口の場合、いいところはさ、バスが遅いのがいいんだよね。夜6時台で僕が最後だからね。で、ちょっと10分ぐらい歩いたところ、トツラだったら7時台まであるからさ。嬉しいんだよ。0時に下ろしたとしても、まあ、そんだけあれば十分。6時間もあれば、下山十分可能だからね。あ、こんばんは。ジローさん、どうもね。だからそうよ。朝よ、遅い。三峯神社は、ほんと、最終4時半だから、早い早い、ほんと。絶対三峯はさ、登山客じゃないよね、あれ。絶対神社の参拝客だろうな、メインはね。早い、遅いのないんだろうね。今日、名前あげ、相模の名前あげをね、義堂さんどうもね、相模の名前あげを、塩胡椒と一味唐辛子でこんがりステーキしました。あ、こんばんは。ね、うまい。ちょっと焦げてんだ、そうね。一味唐辛子は今、ちょっとこすぐ焦げちゃうから。うまい。新鮮市場ってさ、あれ、売ってないの、これで生ハムの新鮮市場は。他のメーカーだったの。扱ってないんだ、そこな。鏡はね。だってイオン系のスーパーまずあるね、この相模屋の生揚げはね。あ、ごめんなさいね、グロムさんね。わかんなくて。アカペラだから元歌知らないとなかなかダメなんですね。ごめんね。もし覚えたらね。もうちょっと食べ終わっちゃう。相模屋の名前、この食感がいいね。ワイズマートこれ扱わないんだよ、ワイズマートは。なんか知んないけど、取引してないのね、この調理だと。ケースストアは置いてくけどな、ケースストア。あ、こんばんは。あ、今日はね、生揚げのステーキを美味しくいただきました。工場さんどうも。じゃあ、ゴールドマスター。お聞きいただきました。どうもね。こんにちは。じゃあ最後の音いこうか。最後の音、今日早めに今日ね。もうね、明日またお仕事なんで。じゃあ最後、
最後はね、またみかんの花咲く丘を思い浮かべたって終わろうか。辰田さん、どうもこんばんは。じゃあ最後の歌ね。今夜はね、みかんの花咲く丘、童謡ね、歌います。気分は安田姉妹ですね。じゃあ童謡のみかんの花咲く丘行こうか。みかんの花が咲いている、思い出の幹、丘の道、遥かに見える青い海、お船が遠く霞んでる、黒い煙を吐きながら、お船はどこへ行くのでしょう。波に揺られて島の影、汽笛がぼうとなりました。いつか来たお母さんと一緒に眺めたあの島よ。今日も一人で見ていると、優しい母さん思われる。はい、どうも。渋いですか？結構前から、僕、前から見てる人分かると思うけどね、僕、みかんの花咲く丘から結構前から歌ってます。あ、ヨガ生徒いいね。今度ね、前に歌ったけどね、最近知らないかな。ヨガ生徒、ちょっと A さんの作詞だったから、私確かね。確かそうです。A さんだとね。じゃあ、今日はこの辺で、またね、ありがとうね。おやすみなさいね。今日は早いけど、またね。明日からお仕事頑張りましょう。おやすみなさい。またありがとうね。どうもね、皆さん来てくれてありがとう。りました。明日から1週間、また1週間頑張りましょうね。お仕事があると思ったら土日休みなんで、今度7時だ。楽しみだ。ではまた。ヘリ定義のあの技術意識取れると思っていこう。